やりました。手巻さん、バナナさん、ギコちゃん、お待たせしました。超高難度タイムアタック動画アップロードしたいと思います。いや、めちゃくちゃ時間かかった。12時間、10時間以上やってるわ。マジでやべえ。いや、タイムが早いんだよな、みんな。今回はね、レンジャー、バトマス。そしてレンジャー、賢者。この構成でやっていきたいと思います。カンダタトマホークと、王者。あとは、悟り、ドラゴンロット。まあ、とりあえず見てくれ。結構ね、カンダタですら詰むときあるんだよね。マジカンダタ強い。ちょっとね、映像乱れてるんですけど、これは録画ソフトのバグっていうか、ちょっとね、おかしくて、一瞬乱れるときあるんですけど、まあ、逆に遅くなることはあっても、速くなることはないと思うんで、これはご了承ください。で、まずは、カンダタトマホークでね、全体攻撃をして、縛っていく。で、ここでカンダタの攻撃が2人に集中して、1人に集中した場合、その時点で終わる。で、影縛りについてはね、まあ、ある程度の時に入ればいいかなって感じ。入んない絶対ダメっていうわけではない。カンダタの攻撃がね、2連撃がまず重ならなければ大丈夫。で、スキルと入れられるのは少し痛い。あんま美味しくはない。で、あとはカンダタにね、ギガソードを打って削っていく。で、古文はね、トマホークでやるのが狙いですね。あとはね、ワンヒーラーとかやったんでね、それはまた別であげます。結構ね、いろいろむずい。スクルトやられたんで、一旦立て直し。この攻撃が一人に被んなければまあ大丈夫。でバイキルトがカンダタに入るパターンもあるんだけど、まあ、それも一応入っても大丈夫。加算なんだければ。500ちょいなんだけど耐えれるから、一応回復はできる。ということでね、もうカンダタがオレンジ。ここやることないんで、ダンク。で、ここは、こだましたから、かなりいい動きになった。まあ、こだましなくても、前列が殴られやすいから、前列だけでホイミっていう手だったんだけど、うまく回復できた。あとは、レクザンでも全然いい。なんか編集ソフトがさ、バグってて、途切れてるかもしんねえ、音声が。その場合すいません。で、あともうちょっと。欲しいね。あとよくガードされるから、その乱数も一応あるんだよね。これで、決めていく。OK。2分54秒ぐらいかな。カンダタはまあ3分ぐらいで倒せれば早いって感じですね。で、こっからが結構乱数地獄。オロチは、まあ、開幕、おたけびしてくるんだけど、それで、アタッカーが休んだら、めっちゃタイムがね、悪くなる。で、怒りだったらギガソードしてて、いかんなかった場合、気合溜めとかもやったりもしてた。まあ、何千は言ってないと思うけど、何百回やり直した時に、気合溜めパターンもやって、それでもいいんだけど、あとね、最初ルタカーに入んなくても結構やり直しもあるぐらい、変わるかも。で、この雄たけびでアタッカーが休み状態にならなければ一応大丈夫なんだけど、これは僧侶が休みになったんで、フバー入れてる。ここは変わってくる、パターンによって。フバー入れないで、まだ行くパターンもある。影縛りが入るかで、それ変わってくる。入んなかったんで、フバー派。フバー派は1段階で乗り切るっていうのもあるし、2段階入れてもいい。あとはひたすら攻撃ですね。2ダメージ。気合ダメしても休みになる時があって、そうするとまあかなりタイムロスになってリセットになる可能性がある。他はまあ HP 管理しとけば、まあ、絶対に死なない HP っていうのがあって、ブレス2連撃でいくら食らうかっていうのを分かってれば、それが一番最大ダメージなんで死ぬことはない。で、休みが一番嫌だけどね。ブレス2連撃は逆にありがたいんだよね。で、影縛りがその後、
休ませる、おたけびに入ればいいんだよね。おたけび止めれるターンに入れば一番いい。ここはもう HP 管理されてるんで死ぬことがない。ブレスは余裕で耐える。これがもうベスト。オロチャマジャランス回収いいね。早い、5分5秒これは早いね。アタッカー休まされた時点で結構理性案件なんだよね。ここマジでめっちゃやり直した。で、最大の難所バラモスブロス、まず初手バイパーファングで毒入れるんだけど、まあ、これが入れば一番ダメージ効率がいい。一旦に1100ずつ耐えるからめちゃくちゃダメージ効率がいいんだよね。であとはバイションレンジャーにかけてトマホークを火力にしていく。トマホークがね、全体ダメージです、まあそう合計するとめちゃくちゃダメージが出る。他の武器でもやったんだけど、それはまあ参考であげようかなと思う。名獣がドルマだからバラモスブロスダメージになるし、さらに猛毒にもできるからワンチャンあるかなと思ってやったんだけど、いやトマホークめっちゃ強いわ。これだよ、6000でしょ、合計4000と2000、やばいでしょ。これ混乱いい動き、混乱味方殴られる時がめっちゃ怖い。アタッカーがね、麻痺になるとマジで結構タイムロス、麻痺が一番つらい。混乱もまあつらいんだけど、たまーにあの物理攻撃してくれば治る。これこれこれやばくね、怒りで殴ってくる。ここはちょっと悩んでるんだけど、混乱解けるから倍数するかみたいな。でまあこれね、影縛り次第なんだけど、賢者がルカにするっていうパターンもあるんだよね。開幕一番いい動きできれば、最初ね1体影縛りしてもらえたらルカに打つ。バラモスブロスに打って減らしていくんだよね。でそうギガソードでもあんまり削れないからね、めっちゃ強いバラモスブロス。であとこの弱いようなとメダパニが来て、これがミスるかどうかなんだけど、いや結構これ悪いね、あんまいいパターンじゃない。メダパニはマジで回避できるときミスるときがあるから、一番いいパターンはアタッカー全員その麻痺も混乱もならない。でここはもう HP きついから回復に回ってます。本当はねレンジャーに回復任せてルカにとかもある。混乱ね、いや混乱でマジロスしてるよこれ。ベストは本当に入んない時もあるんだけど、そういう時はなんかねゾーマでミスるんだよね。マジでなんか全部の戦、まあオロチの雄たけびとここの混乱麻痺で、あとはゾーマであの死にゆく、あれが一人に集中したら一瞬で死んだり、素早さ調整によってサイコキャノンの後賢者が素早さ負けたらね死ぬんですね。結構死に場所ある。でここはまんべんなく減らしていくためにバラモス一発投げました。やばいでしょここの乱数が、やばいマジで麻痺混乱で、この2連撃はマジでね助かる、優しい行動なんだよね。イオラ打たないでくれた方がめっちゃ助かるんだよね。だからそれの引きと影縛りの引き、そこでマジここで全滅するかどうかが決まる。うん、耐えない。そう、これ死ぬんだよ。死ぬんだけど一応続けた。まだいけるかなと。まあ、本当はもうリセでもいい、あの混乱麻痺。さらにタイム出せるってことなんだよね、これ。あとはね、ワンヒーラーでやったら、これは立て直しは無理なんだけど、回復レンジャー入れてるから立て直せる。結構これもう、ゾーマ戦の練習でいいやと思ってやった回なんだよね。ミスったから、まあ、麻痺混乱きつかったから、まあ、ゾーマの練習でいいかな、みたいな。そんな回だった。レンジャー落ちてるしね。落ちないで常に殴れば、もっと早いっつ。さあどうだ。
急げ急げ、色は変わっている。トマホークをね、まんべんなく入れるからね、まんべんなく減らすのが大事。これマジ状態異常、暗いすぎだろ。暗いすぎ感ある。まあブロスさえ落とせば一応死にはしないで、まんべんなくいってるんで両方もうすぐなはず。賢者が優れてるから回復回るしかない。こう優れない時はマジで熱い。オッケー、アラモスから倒したけど、まあまんべんなくなんでね、いけます。さあこっからなんですけど、マジでねここの後もミスる可能性あるんだよね。全然まず開幕サイコケノンで来るんだけど、まあここは攻撃ね、そこまではいいんだよ。まず1個のミスポイントが、俺の賢者の場合素早さがね、アラモス抜かしちゃう場合ある。アラモス予測した方がいい。遅ければこの後すぐ回復で入れる。まあそこはね最初に行動しちゃう時あるからね、マジでちょっと乱数になってる。であとはもうアトマスバイシオンかけていくんだけど、バイシオンかかる前に一発気合痛め入れたりしてる。まあ、マネンサの時も入れるんだけど、普通にこのバイシオン待ちの気合痛めっていうのも使う。でそれ以外はもうどんどんギガソード打っていった方がよくて、波動あるからその後はまああんまり気合痛め使わん。ここで怒り気合、これ美味しい。あとね、怒りが出るかどうかとか、会心が出るかどうかがめちゃくちゃ重要で、結構バナナさんの動画とかでも、雷神の槍の会心がかなり出るから、雷神強えなと思った。あんまり王者でも変わんない。もう怒りの引き、多いね。怒り会心の恋引きね。俺もまだこれ会心出たけど、雷神の会心すげえよね。あとはレンジャーがマネーサ食らった時、なんかマヌーサを貫通して殴れたらマジで美味しい。であとは相手の行動ね、なんかマヒャドからの殴りとか、あとマヌーサも一応美味しい行動ではあるんだけど、じゃあ相手次第感がある。バイション入れ終わったんで退学を。あと波動されない方が早いかも、こういうこっちのやり方は。もう一個のやり方あって、もう一個のやり方はバイションをしないんだよね。こっちだったらまあ関係ないんだけど、こっちのやり方はマジで波動ないターンが長い方が持つ。4000ダメージ、雷神なりでもさ4000くらい出るんだよな。むしろもうちょい出んじゃねえか、最新出て平均ダメージでは雷神強えってことが分かった。単体に対してはね、まあバラモスの時がねちょっときついけど、はい、行け行け。タイム更新するにはそこら辺のね、今まで説明した引きが大事で、マジで時間かかったからな。決めてくれ頼む。よしよしよし、まんべんなく当たった。これがまんべんなく当たんなかった場合マジできつくなるんだよね。てか死ぬ場合ある、一旦でいいぞ。よしよしよし、トマホークの回心とかもなんか4000とかいくからね、その引きもある。押せ押せ押せ、これはもう微ダメージだけど。マヌーサよし、レンジャーに入んなかったら熱い。あとは入っても大丈夫ではあるんだけど、熱い熱い。押せ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 、倒せ、頼む、倒してくれ。よしよしよし、マネーサ入んなかったらマジでかい。しかも波動が来てないのがめちゃくちゃ引きいいぞこれ。もう数々の引きを乗り越えたからね。バラモス遅くてもうゾーバが早い。これはちょっとね、なんかバラモスのタイムとかね見てった方がいい。ここまで何分何秒とかね見ながらやってたんだけども、まあまあまあゾーバがめちゃ早いからあるぞこれ。いけ、おっと来るぜ。ここもねご了承しよう。バイション更新
で、僧侶はまあやることねえから防御して、あとはもうアタッカー攻撃、ここはチャンスなんだよね。逆に次のターンは絶対死なない。いいぞ、色変わってる、押せ押せ押せ、やっちまえ、最高キャノン。結構アトマスが HP 危ない。ぐるぐるパンチ、ほい。ということで15分台、いやー、バラモスでもうちょい短縮あるとしてもゾーマがめっちゃ良かったんでね、バナナ聞け言ってみたかった。いやー、15分台やり遂げました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたな、バイバイ。